じゃあ早速開けていきたいと思います。これでネズミ出てきたらびっくりしますよね。はじめまして、ゴリマウと申します。で、俺のパソコンは？どういうことやねん。はい、セッティング終わったんでちょっと見ていきましょう。スチールメッシュパネル採用 ATX タワーケースっていうのをオプションで選択しました。電源ボタンはこの上についております。そして USB3.0 の端子が2つ、フロントにありまして、カードリーダーのスロットが横にあります。そしてサイドには629個の、エアホールがあります。これだいぶ熱対策がいい感じですよね。では一回ちょっと電源を入れてみます。あ、忘れた。まあ、こんな感じですね。やっぱ XP に比べてだいぶ早いですよね、起動が。もう全く比較にならないぐらい圧倒的に早いです。感じで9年ぶりに、パソコンを購入したんで愛用していきたいと思います。ではまたお会いしましょう。